ひよってるやついるいねえよなこんにちは、佐野万次郎の声優をやらせていただいている林修です。今日はよろしくお願いいたしまーす。ああ、聞きたいな、それ。これはですね。聞きたい。あ、本当ですか。うん、やっぱマイキーの相棒といえばドラケン。ドラケンドラケンのシーンをね、ちょっと、はい、あの、やっぱ思い出に残ってるシーンとして挙げさせてもらいたいんですけど、あの、 とある、えー、構想に巻き込まれてというか、えっとあの全然罪もない、えー、子がですね、まあ、ちょっと暴行を受けてしまって病院送りにされてしまうんですよ。で、その病院にあのお見舞いに、えー、ドラケンとマイキー。 行くんですけれども、はい、そこで、えっと、マイキーは自分が悪くないと言ってあちらの,その暴行を受けた両親さんにいっぱい言われたりとかする時にちょっとなんんか,歯向かってしまうんですよねはい、はい、そういった時に、うん、なんかドラケンがマイキーを制して「下げる頭持ってなくていい」「人を思う心は持て」っていう、うんあのー、名台詞があるんですけれどもなんか。 やっぱりマイキーって総長で喧嘩も強いから、やっぱりひ人一倍なんですか、脅威を感じられちゃうというか、うん、えそういうキャラクターなので、あのー、みんなからビビられるんですけれども、ドラケンは唯一、やっぱりその、同じ目線で、<う>ちゃんと、 あのマイキーに向かって悟せるというか、そういった間柄を非常に感じるシーンだったので、なんかマイキーとドラケンの絆が本当に感じるシーンなのでここを上げさせてもらいました。マイキーも友達よかったってね。そうなんですよ。あそこは結構ね、演じる時もね、非常にしびれたというか感動したシーンでもございます。わかる。いやあでもそれこそ。 決起集会のやってるやついるじゃないですかいやもうあそこは本当になんか自分自身でもこんなにいろんな方たちに真似してもらったりだとか SNS とかに上げてもらったりとかすると全く思ってなかったんですよだけどあのアニメの放送を終えてからなんか TikTok とかで見させてもらってもうちっちゃい子どもの子からなんか。 なんかおじさん、おばさんまで老若男女の方々にですね、真似ていただいたりとかして、僕自身もなんかこんなにセリフをなんか真似していっていただいたりとかするキャラクターをいただいたこと自体が初めてだったので、自分が一番びっくりというか、そこが本当にやっぱり嬉しかったのもありまして、ですねえ決起集会のセリフはやっぱり印象に残ってますね。 あれはね、名シーンだし、名ゼリフで、俺も結構、楽屋でマネージャーに行ってましたね。どんなシーンでいやもうただただ、やる気を確認したくてちょっと変えても使いやすいんですよね、今から仕事行くの日寄ってるやついるとか何かつければ、そういうシーンに出せるので。 はい、ちょっとこうあの普段の生活にも、はい、まあちょっと強弱もつけて、うん、<laughs> いろいろ使える。そうですね。はい。あれはね、汎用性が高いというか。本当ですね。あれは真似したくなりますよね。マネ、えー、したくなる。えー、本当に。はい、えー。お越しいただいてありがとうございます。